アイテム番号 SCP-169JP オブジェクトクラスセーフユークリッド特別収容プロトコル SCP-169JP はそれぞれ一つずつ専用の電子ダイヤル錠がついたロッカーで保管してください。 SCP-169JP の実験時以外はロッカールームから持ち出さないようにしてください。SCP-169JP の実験の許可はクラス3以上の職員2名の承認が必要です。SCP-169JP の未確認の配置方法が判明した場合はその配置を実行せずに報告書に記載してください。ロッカールームには SCP-169JP が生成されていないかを監視するために監視カメラを設置し、担当職員2名が監視してください。また、SCP-169JP A を生成させないために定期的に安全が判明している配置を担当職員が行ってください。事件報告 SCP-169JP より、これは効果を示さないことが判明したので、実験については口述を参照してください。SCP-169JP A が生成された場合、ロッカールームを閉鎖して機動部隊か、4、宝石収集か、を呼んで対処してください。説明。SCP-169JP は、この中心部に解読不明のシンボルが描かれた7センチメートルほどの黒い宝石のように見られる複数の物体。SCP-169JP-1 から SCP-169JP です。シンボルは植物と見られるものに囲まれており、一つとして同じマークは存在しません。宝石の構成物は現在の技術で傷をつけることができないことから不明です。SCP-169JP らはそれら単体では不活性です。SCP-169JP を特定の組み合わせで並ばせる。または集めることで SCP-169JP は活性化します。SCP-169JP の特徴は主に2つあります。一つ目の特徴は SCP-169JP が活性化したとき、その時の配置で様々な現象を発生させることです。その場で 500ml の水を発生させることから、編集済みを発生させることまで様々な現象を発生させます。この配置方法は SCP-169JP を利用しようとする人物に対して一つだけ直接脳内に理解させます。この時発生する現象も脳内で理解されます。この特徴により、現在判明している組み合わせは、種類です。この特徴のメカニズムは現在判明していません。組み合わせについては実験記録を参照してください。これらの実験結果から SCP-169JP の特性は何らかを召喚することに限定されていると考えられます。SCP-169JP のもう一つの特徴は、人型の生命体。SCP-169JP A を定期的不定期に生成することです。SCP-169JP A は身長が約180cm の人型で、黒く濁った泥で構成されているように見えます。SCP-169JP A は生成された後に SCP-169JP を配置しようとします。この時の配置は一定しておらず、現在のところ確認されている3種類の配置と未確認の2種類の配置が行われようとしました。SCP-169JP A が SCP-169JP の配置するのを妨害したとき、敵対的になります。SCP-169JP A は自身の腕を伸縮、変形させて妨害したものを行動不能になるまで痛めつけます。この時妨害者は死亡することは今のところありません。ですがすでに、任の職員が再起不能になっています。この SCP-169JP A の構成物を調べる試みは SCP-169JP A の体液が無力化、崩壊してから数分で蒸発することから判明していません。また、SCP-169JP の体液は蒸発、気化した後に肺の中に侵入した場合体が麻痺し、最悪の場合心臓が停止して死亡します。SCP-169JP
A の無力化は機動部隊化。4、宝石収集化により行われます。SCP-169JP が回収された。県、市は不定期に起こる正体不明な生物の多数の発見情報や天候の突然な悪化などの現象から財団の監視が行われていました。2000年12月日にあった、県にある弥生時代遺跡の発掘調査時に、SCP-169JP は2メートル、1メートル、0.5 メートルの石棺から発見されました。発見当時、SCP-169JP はいくつもの円が組み合わさったような配置で置かれていました。この地域では、という王族が占いや儀式などで収めていました。おそらくその王族が使用していたものだと考えられます。発見時にその遺跡の発掘調査に参加していた人物全員に A クラスの記憶処理が行われ、回収は遺跡調査に参加していた財団職員により行われました。周辺地域からは王が黒い玉のような SCP-169JP を使い、水を溢れさせている様子が描かれた祭事用の土器が複数見つかっています。また、王が亡くなったと見られる時期以降の土器には SCP-169JP、A と見られる人型が多数の武器を持った人間を追いかけているものも発見されました。これらは財団職員が資料として回収しました。ほい。実験記録 SCP-169JP。1、2000年2月日。実行者。B クラス職員。B7438JP。1名、実験方法。SCP-169JP から脳内に理解させられる配置とそれにより発生する現象を担当職員に報告。その後、実行を指示。結果、SCP-169JP の配置は12個の SCP-169JP により形成された円。発生した現象は円の内部での緑色の光の生成。現象の効果は12時間の動体視力。瞬間反応力の向上。分析。生成された光の原理は不明。この光は形成された円が崩されるまで続きました。実験記録 SCP-169JP。3、2000年2月日。実行者。SCP-169JP。1と同じ D クラス職員。B7438JP。1名、実験方法。SCP-169JP から脳内に理解させられる配置とそれにより発生する現象を担当職員に報告。その後、実行を指示。結果、SCP-169JP の配置は20個の SCP-169JP により形成された星型。発生した現象は星型の内部での水の生成。生成された水の量は 500ml だった。分析。生成された水は一般的な純度が高いだけの水だった。実験記録 SCP-169JP。9、2000年3月日。実行者。SCP-169JP。1と同じ D クラス職員。B7438JP。1名、実験方法。SCP-169JP から脳内に理解させられる配置とそれにより発生する現象を担当職員に報告。この時 D7438JP は戸惑っていたが、実行を指示。結果、SCP-169JP の配置は24個の SCP-169JP により形成されたロクススキボシとその内部にある小円。現象が発生する瞬間。B7438JP は突然倒れてもがき始める。その後十数秒で死亡。配置の中央には血で濡れた心臓が出現。死亡した B7438JP の解剖の結果、心臓が存在しなかった。分析。聞かされていた現象は、心臓の召喚。だった。まさか自分のものを召喚されるとは思っていなかっただろうな。実験記録 SCP-169JP。13、2000年3月日。実行者。研究員。実験方法。SCP-169JP から脳内に理解させられる配置とそれにより発生する現象を担当職員に知らせずに配置を開始。
担当職員が妨害しようとするも失敗。結果、SCP、JP を召喚。幸い SCP、JP はすぐに被害を出すようなものではなかったため被害者はなし。分析。研究員は早く自分の結果を出そうと焦っていた。この実験により、研究員はクラスを降格された。実験記録 SCP-169-JP、21-2000年4月日、実行者、B クラス職員、B-7489-JP、1名、実験方法、SCP-169-JP から脳内に理解させられる配置とそれにより発生する現象を担当職員に報告。その後、実行を指示。結果、B-7489-JP が報告した内容は、編集済み。実験を即刻停止した。分析、SCP-169-JP により引き起こされる現象にはかなりの幅があることがこの実験から判明した。この実験以降実験を制限する。自己報告 SCP-169-JP、2000年10月日、内容、前回の実験からちょうど6ヶ月後、SCP-169-JP、A が生成される。生成された SCP-169-JP、A がロッカーを破壊して SCP-169-JP を配置し始めた。このことに担当職員が気づき妨害に入るも SCP-169-JP、A により腕や足の骨を折られ無力化される。SCP-169-JP、A は18個の SCP-169-JP を2つの並んだ区の字に配置。これにより周辺地域の天気が急激に変化。大雨になる。騒ぎに気づいた戦闘員4名にこの後無力化される。この時、気化した体液を吸い込んだ1名が麻痺を起こし、その後死亡した。死因は心臓の停止。この事件より、SCP-169-JP の実験は定期的に行われることが決定される。これ以降ロッカールーム周辺に複数台の監視カメラを設置。自己報告 SCP-169-JP、ロ、2000年7月日、内容、実験から6ヶ月経過していないにもかかわらず SCP-169-JP、A が生成される。この時監視していた担当職員が戦闘員に連絡。すぐに送られる。戦闘員2名が負傷。再起不能になるも配置を完了する前に無力化に成功。この事件より SCP-169-JP、A が生成されるのは SCP-169-JP が使用されないからではないことが判明した。